これラジオ業界でよく言われてるのは、まあその NHK のラジオ深夜便の数字の伸びがすごいと。で、これが面白いのはね、面白いって言ってる場合じゃないんだけど、ラジオ深夜便にどんどんこう抜かれていくわけですよ。ね。曜日によってはこの深夜なんて若者の時間のはずなのに、トップがラジオ深夜便っていうところもあるわけですよ。でいて、大体上層部は何2位になってんだよとか、ね。ラジオ深夜便抜かれて何2位に落ちてんだよみたいなことを言って、まあ、叱咤したりとか、まあ怒ったりとかするわけですけど、でも数字をよく見てみると、別にその、他の番組が落ちてるわけじゃないんだよね。要するに、TBS、それから、文化放送、ラジオ日本と、あともう一曲あったはずなんだけど、お前そこに世話出てる、まあ、日本放送と、まあ、あと FM 系も今そんな弱くないんで、FM とかの、これを足した数字っていうのは、そんなに変わってない。で、ラジオってはっきり言っても、ずいぶん前に下げ止まってるから、よくその、ラジオが、衰退するんじゃないかとか、もしくはこれからは逆にラジオの時代なんじゃないかみたいなことをみんな言って、取材の申し込みとか受けたりとかしますけど、僕はあんまそれを受けない理由は、いや、ラジオはおそらく十何年前に下げ止まったきりだと思って、ずっと。ほいで、その数字になぜかどっかから降って湧いたように、ラジオ深夜便のそのいきなり1位に入ってくるような数字が、テレビで言うと、要するに例えば今までずっと 15% 取ってましたと、みんな 15% 取ってたのが、まあ、15%、ある曲は 15%、ある曲は 10%、ある曲は 5% 取ってたのが、あんま変わらないまま、ここに急にラジオ深夜便ってものが 20% ぐらいで、ドンって上上がってくる感じなわけ。だから誰も俺の中では削っちゃねえだろうっていう。で、しかも、ラジオが再ブームみたいなことみんな言うけど、いや、これは単にラジオ深夜便の変な動きが、そのラジオ全体のその合計した数字を上げてるだけで、このラジオ大ブームみたいな取材を元からずっと変わんない数字でいる俺とか関係ないんだよ、全く関係ないわけなのか。現にこの月曜日のラジオ深夜便も伸びてるよね、伸びてるけど俺は変わらない、もう全然変わらなくて、そのままっていう状況なの。で、これ何なんだろう、これ一体何なんだろうと思うと、結局、いわゆる団塊の世代っていうすごい人数多いところが、この人たちが18歳から20歳ぐらいの時に深夜放送ブームって起きるんです。それこそオールナイトニッポンが始まったりとかするわけ。で、この時にこの人たちは深夜放送を聞いて、青春に一番新しいものの象徴として、うわ、深夜放送って面白い、今までラジオって真面目なだけだったのに、こんな俺たちのこと分かってくれるトークする人たちがいるんだっていう、この文化を作るわけ、この人たちは。で、この人たちが結局仕事したりしてずっと離れてたのは、おそらく今60歳代ぐらいになってきてるんで、定年で家帰ってやることないなみたいな感じの、その生活リズムが、その会社に行ってた生活リズムみたいな、会社でバリバリ残業した時の生活リズムみたいのが調整できなくて、おそらくラジオを聞くんだと思うんだよね。で、そうすると、当時ぐらいのテンポ、当時めちゃめちゃ早い。その、ゆっくり、本日の番組はって言ってたような、そのラジオのテーマと、ラジオの、スピードみたいのが、画期的な深夜放送っていうので、それではハガキを1枚読んでみましょうか。どこどこから、お住まいの何々さんぐらいのペースで、多分これが深夜ラジオ便の今のペースだと思うんだよね。だってこんな、まあ、今も昔も俺のこういうバッカみたいな番組、シルベスタ・スタローンの、シルベスタ・スタローンって何回言うのかわからないね。25分間に今、シルベスタ・スタローンがあれだけ連呼されるような番組が、今も昔もどうかわかりませんけども、そういうことなんだと思う。で、あとそのラジオ深夜便って俺2回ぐらい聞いたことあるんだけど、その時のハガキがすげえ良くて、普通、あのね、あの普通のハガキを書く能力をみんなで身につけたい、すごく。なんか家庭菜園の抽選に当たってから3年間トマトを作ってきましたけど、すごくその、1年1年いいトマトができるようになって、みんなが私のトマトを期待してくれるようになりました。で、今年は肉革命が当たりましたので、ほうれん草を植えることに したんですと。で、トマトより簡単だと思ったらなかなか手厳しいっていう、美味しいほうれん草ができたら送ります、ペンネーム天高く
妻こゆる秋みたいなのが来るわけ。いっぱい寄り道できんだよこれ。すっごいいっぱいよ。マンドラゴラを植えてもいいしね、別にね、トマトを抜いた後の穴っぽこにポコチンを突っ込んでもいいし、いっぱい行けるのに、もうあっきりとそう、あ報告をどうもありがとうございますって感じのやつなんだけど、っていうかね、ああいうコーナーやろうみんな。ああいうので最初から最後までハガキ一枚、ハガキもらうのもさ結構お金かかって申し訳ないから、メールで言うたら何文字ぐらい、200文字ぐらいかね、250文字ぐらいかな、ハガキ1枚って丁寧に書いていくと250文字ぐらいでいけるぞっていう匂いはするのね。要するに俺がそれは絶対いけるぞって思うんだけども、なんか新しく当たった区画に死体が埋まってました、なんちゃってでも入れられるぞと思うんだけれどもね。でその250文字ぐらいのいかにも深夜便で読まれそうな落ち着いたハガキを深夜便に送るコーナー。多分もうラジオ深夜便伸びちゃう、すごい伸びちゃ う、 もう、ね、ただでさえみんなを脅かしてるって言ったら、もののわからない人怒るからね、2位だったのか3位になったとか1位だったのか2位になったって怒るから、いやいつも思うんだよね、これ深夜便ってもう特殊なもので、ラジオっていう媒体から流れてるまた別のもんだと思って、あれをこの時間帯の人間が深夜便の数字をこっちに持ってきたいって思ったら失うものばかりで、なんだって今の話、今俺が例えばで言ってるけど、毎日あのハガキ読んでみない。あの初孫がついに小学校に行くことになりましたと、私はランドセルをおじいちゃんに買ってもらったので、おじいちゃんである私はランドセルを買ってあげたいんだけれども、お嫁さんが自分で選ばせたいからお金をくれって言うっていう、そのお金をあげるのがもったいないわけじゃないけれども、選びたかったなぁなんつってね、それをね、それをこう読むわけでか、それが楽しいんだったら深夜便を聞けばいいって話だから。そこだな、まあ難しいとこだな。じゃあメールもファックスもですね、とてもじゃないけど深夜便には送れないようなやつをお願いします。今週いただいたおはがき、ペンネームお父さんは心配症さんからいただきました。先日私は持病の悪化のため1ヶ月ほど入院をいたしました。入院中は生活のリズムを整えるためにと睡眠薬を服用しておりました。面白いのは、私がすでに眠っていてもそれを起こしてまで睡眠薬を飲まされることで、世の中には不思議なことがいっぱいであるとこの年になっても驚くことばかりです。ありがとうございました。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。ジャン、続きましてペンネームお父さんは心配症さんからの、まあ、あのおはがきでいただいてるんですけれども、先日家人と茶を立てる機会があり、花を生けるなど景観を整えておりましたが、残念なことに花瓶が足らず、一つを粗末な空き缶で代用いたしました。家人は少し不満そうでしたが、私はむしろ空き缶に花を生けることこそが現代の詫びの心であり、美しい花瓶に花を生けることは黄金作りの茶室に等しいのではないかと一人考え込んでしまった、ある秋の一日でありました。続きまして、一人天才がいたんだよ、一人天才がいたもんだからさ、
このまたお父さんは心配性ってペンネームなんだけど、お父さんの部分が義父、義理のお父さんのお父さんは心配性なんだけど、え、続きましてペンネーム、お父さんは心配性さんから、いただきました。先日医師より高血圧について注意を受けたので病院でもらった血圧手帳に毎日の計測結果を書いて体調管理を行っています。ところでこの血圧手帳、自治体ごとにサイズが異なり、またその地区の母子手帳と同じサイズらしく、現在妊娠中の息子の嫁が自分と色違いの母子手帳ケースをプレゼントしてくれました。嫁との共通の話題ができて喜んでおります。天才だろ。もうこの最初のこの彼から来た3通でもうラジオ深夜便の客はいただきなんだよ。完全に今まで我々の番組に足りなかったのはこのラジオ深夜便要素。ラジオ深夜便に逆に足りないのはこいつ多分一切経験してないぞこれ。一切茶も立ててないしね、花も生けてないし、あと入院も多分してないっていうところに、あとお前さては分けんじゃねえかっていうところが、まあこのとてもいいとこな。まあね、先週ね、このラジオ深夜便っていうね、またなんかこう新たなラジオ界においてのまたちょっと今までの深夜放送とは異質のお客様を持っている校長私立番組がやってきたんで、ぜひともどんな卑怯な手を使ってもその数字が欲しいっていうね、そういうね、大島舞のところにはもう何も残ってないっていうあそこからは吸えないってことになりまして、でその大宮エリー顔が面白い、でそのNHK でよく会うんだよ大宮エリーさんと。それでさ、ラジオ深夜便の数字をチュー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 吸いたいよっていうね話をしてたら、まあこれだけどさ、これは一回りして面白いけど一回りしないと面白くないから、これ僕コーナーでちょっとしたいんですよ。このラジオ深夜な、僕が好きなのは普通のことをすごい書く能力っていうかだってさ思いつかないでしょ、別に花とかいけねえし、あとなんだろうね、親とかなのかね、多分その血圧手帳ってものの存在はあるんですよ、存在はあるからそこから引っ張ってくるのかね、いかにも深夜便に来そうだよね。それで俺みたいにギャグ貧乏な人がパーソナリティやってないから、このハガキからさ広げて広げて話したりしないでしょ、あともうありもしなかったことまで妄想までね入れて話しないでしょ。ならその最終的に花瓶がないから尿道にバラを刺して行くんだけど戻んない、行くんだけど戻んないみたいな、昔のスケバンのリンチなのみたいな、そういう話はラジオ調べしないから、あった方がいいんだって、絶対あった方が面白いから。だからこれだからコーナー化しよう。問題はさ、このハガキ、今日ハガキでもらってもちょっと嬉しくてさ、やっぱこのメールの時代でさ、やっぱラジオ深夜便についてはハガキだろ、あと今メールはそのコーナーのコーナーのそのやつがさ、なんだろう、コーナーコーナーのやつ、正式名称じゃないだろう、コーナーコーナーの投稿フォームがさないと書けないからさ、これはまあハガキで書いてもらうほかないで、やっぱハガキでこう来たらちょっと面白くてさ、つまんな、うわーこんな面白いやつに50円払わしてんだしかもこいつ7通ぐらい書いてきててさ、全部面白いの、全部ってか全部面白くないの、だから全部面白くないのが、他のやつももう基本的に防災訓練、町内会の自治会長が持ち回りであって今年自分の番になったと、これでやっぱりこう、時節柄今年の防災訓練はすごく大規模なものになったから大変だったけど備えあれば憂いなしだみたいなやつとかねえねえすごいなお前な、あと大学時代の恩師が定年退職なさった話とかそういうやつ書いてくれて、おほんと悪いね、350円どころじゃない、これ何枚書いてくれて相当なもんなんですけど、だからちゃんとコーナー化するにはおそらくだって本当にこればっかりだと深夜便に負けるよ、なぜなら本物だもん、向こうはちゃんとしてるから、ね、あと俺深夜便は聞いたことないです、ほとんどたまにつけたらなんか家庭菜園の話してたなってのは最後の思い出ぐらいで、だらみんなも変な話ですけど
わざわざ聞くことは変だし、裏番組の宣伝する必要ないじゃないですか。我々がある意味、まあ、俺説では脅かされてはいないんだけど、まあ、我々で言う裏番組だから、聞かないまま書くのがすごいと思うんです、僕。手探りなまま、ね、手探りなまま、こんなんじゃねっつって。起きても今日を、一日、ちんちんを甘いじりしてただけなのに、家庭菜園の話とか書くわけでしょ、ね、その方がすごい。だって本当に家庭菜園行ってさ、ね、それでその自分のところ の, そのキュウリが曲がっちゃったけど、曲がってることがすごくそのむしろやそな野生な感じがしていいし、味も土の味がするんだみたいなことを家庭菜園に行って書いちゃったりとか、あと想像してもっと面白くしようと思って、このキュウリうまくこう直腸をこう上手にこうクリアするにはみたいな、変に面白いこと書いちゃったりしないのが一番すごいわけじゃん。外出てないのに、今日なんならなんなら外出てないのに、やってもいない家庭菜園の曲がってもいないキュウリの話を、面白くしないですって書くことのすごさだから。でそれでだから、ここの番組 のスタイルとしては、まずペンネームをぽいやつからですね。お父さんは心配性ですよ。お父さんは心配性。ペンネームもこれ用のいいやつで、あとそのいい話を書いてもらって、PS のとこで少し暴れていいです。PS で俺、お前違うなっていう。渡里哲也が、僕の天が不思議な形にっていう時に、天がの話してると思って、何変な形の天が出たの、変な形の天が出たのみたいな。知んない ?CM の渡里哲也さんがやってる、天っていう、焼酎か日本酒の CM なんだけど、それのなんか詰め替えパックみたいなやつが変な形のが出たわけ。そしたら渡里哲也さんがその変な形のテンを持って、僕のテンガーっていうのね。その時、え、哲也さんテンガー使ってんのっていう、団長テンガー使ってんの、団長ショットガンを置いて今テンガーを今使ってらっしゃるのみたいで、不思議な形なんですっていう時に、え、テンガーは不思議な形じゃないから、団長のチンポが不思議な形なんじゃないのみたいな、あのことを最後 PS に書いていいですか。さっきのやつのところから、あの PS その部分そのところに、あの書く形で、ラジオチンヤビンコーナーに、ラジオチンヤビンコーナーにちゃんともうおとなしく本文書いてくださいよ。でラジオチンヤビンに読まれる長さですから、今ぐらいの長さにスッてまとめないと、メールってば長く、まあ、やっぱね、はがき書く人に対して僕はすごい敬意を持つのは、あの長さにスッと収める力っていうのは、これ面白い話でさ、昔ね、二十何年前に初めてラジオでリポート行った時には、テープが、録音機材が、デンスケってね、よぼよぼのおじいさん、もうおじいさんが聞いたことを克明に覚えて話すっていうのが、これがもうテープが発明される前だから、デンスケさんっておじいさんが、記憶力のいいおじいさんがインタビューしたのをよーく聞いてて、あとでもう声色もこのおじさんが得意なんで、いろいろそのね、アイドルから官房長官まで全部もうやれる人だから、それが一番最初、まあこれはもう完全な嘘なんだけどね、その、まあ、嘘も嘘、まあ、悪ふざけだよね、完全な悪ふざけ、それも言いたいことの芯が全く分かんなくなっちゃうっていう最悪のやつで、ね、最悪の悪ふざけでも気が済んじゃったから、元の芯の話が良くなっちゃってるっていう、なんだろう、その笑いの基本から言っちゃったらもう最低だよね。今 TBS で喋り手のオーディションやってるけど、受けても落ちるやつ、これやっちゃったら既得権でここにいるけど社長ありがとうね。それでそのデンスケ、デンスケから随分遠くまで行きましたね、あれね、1メーターで随分行きましたね。でデンスケっていう機械があって、それは古いテープレコーダー、テープレコーダーの原型みたいなやつなんですよ。オープンリールのテープっていう、カセットでもないその前のやつが乗っかってて、それにマイクがつながってて、で編集っていうの当時はそのテープを直接ハサミで切ってやってたから、でそういうのが良かったんだよね。要するに緊急で現場行って戻ってきて編集するのに一番良かったの、それが。ただそれはさ、その1本回るのに11分ぐらいしかないんだよ、その1リール11分ぐらいしかないから、どっかこう面白いことやりに行くじゃん、なんか面白いことやってこようと思ってそれ持ってっても、結局その11分内にレポートを収めてこないと前の撮ったやつ消さなきゃならないから、
さすがの俺もくだらないどうでもいいやついけないわけ。とりあえずその今ここに来ましたみたいなやつは2分ぐらいしとかないと、その後どうしようもないわけ。今だったらブル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 6分いけるけど、でもそれはそのもう生だったら限りあんだろうよ。その今のそのすごいハードディスクレコーダーみたいやつだったらば、あれ昔俺これ工場の月ができたんだけどみたいなことも何トライもいけんだけど、当時は11分しかないからオープニングをだいたいこれぐらいで、しかもその11分をオンエアするときに3、4分、長くて4分、短い3分ぐらい切られるから、オープニングこれぐらいだなとか、それからあとそのダラダラしないわけ。そのデンスケ一つでどっか行くような、そのデンスケっていう言葉だけでデンスケっておじさんがいてねみたいな、刺して受けない。あれ刺して受けなかったんだあれみたいなやつを、その今のこうやってついてリズム整える、叩いてるやつから今ちょっとあの翔太の寿司の審査員の人のやつのギャグも思いついたんだけど、柏で打つ人のギャグも思いついたけど、もう行かないよって、11分しかないんだから、11分しかない。だってもうオープニングは13分喋っちゃってんだから、もうこの時点でこっから先のトークなんか残んねんだから、ね、変な話このトークやり始めやったらオープニングが消えちゃうんだから。だから当時はその11分にまとめる、最後まで以上お伝えしましたまでまとめる能力みたいなのがつくんだよね。そのすっとも能力はつかないんだと思うんだけど、もしかしたらそこで思いついててなんか興味持ってもテープのこと考えたら行く必要なしって判断ができちゃうこともあるのね。それベテランになっていくとそんなに取っても使わねえだろうっていうことで行ってみるみたいな行為はもしかしたらそれ退化しちゃうのかもしれないんだけど、その分かりやすくトークをまとめてくるみたいな能力はそこでついたんだよね。だそうするとなんかそのはがき戻ってきた、ちゃんと戻ってきたよお母さん、嘘じゃなかったろ、俺戻ってくるっつったろお母さん。ただ7万年かかっちゃったからもう地球がない、地球がないんだよ。でそのはがきの大きさにまとめるっていう能力ってすごいあって、そのやっぱパソコンで打ってるとボケ倒せるじゃん、ボケ倒せるし、そのあのどんどんつまみ食いにも いけるけど、それとあともっと言うと後でカット&ペーストもできるからまとまるじゃん。だけどはがきのさ、ずっと書いてる途中で違っちゃった時のはなんかこうあの憧れのもう何ヤングの間でね、もう超カリスマ的 DJ であるところの伊集院さんかっこ抱いてに送るのにもう修正液だらけの、もう修正液とティッシュのカスでガビガビになっちゃってるようなやつ、あと2枚目のハガキとくっついちゃってて、もうなんでくっついちゃってるの、ベリベリベリって開けたらここでねみたいな、そういうのだと悪いなと思うから、そのなんていうの、一文字入魂みたいな、このね、もしくは一回ネタを下書きしてからみたいなこととか、なんかそういう能力はなんかこうはがき時代の方があって、逆にフランクに書いたり思いついてパッと思いついて書いてみたら、やっぱこれちょっと面白いなと思ったり、ちょっとこうじゃあこういう風に書いてみたらとかいうのの試行錯誤でとんだ面白さが出るのはもしかしたらメール時代のことなのかなみたいな。だからそうするとこういうなんか人自体はどんどんハガキの大きさで面白いネタをすってまとめられて、しかもこの人 G が上手くないんだよ、読みやすいんだものすごく。だそういう感じってね、すごいと思う。この前に座っている構成の渡辺君っていうのは昔僕のラジオにハガキを書いてくれてたじゃん、ね、ハガキを書いてくださってた人なんだけど、まあ字が汚くて読みづらいこんな読みづらいんだったらもう来て話してもらった方がいいと思ってでスタッフになる。だそういう意味じゃちょっとね、あいいなハガキみたいな。じゃあ番組終わった頃にまた投稿フォーム作っておきますので、ルールは今みたいな毒にも薬にもならないそしてお前が経験してないね、この番組においてはですよ、この番組においては毒にも薬もならないね。だけどそのまだ聞いてないラジオ深夜便ってこんな感じなんじゃねえ。だからラジオ深夜便はみんなあれにしようや。俺もだからこんだけ評判になってくると聞きたくなるけど、
あの60までのお楽しみしようぜみんな、ね、みんな60までのお楽しみ、自分が60になってラジオ深夜便に参入する時のためのそれシミュレーションとしていい感じのやつをね。それであの例えばその家庭菜園後で59で始めればいいじゃん。59で始めてその時にまたさあのかけるんで、だそう考えると年齢によって面白いものとかすげえ差が出るの。おいちょっともう一回もう一転がりしていい、11分でまとめる能力を若い時に培ったんじゃねえの俺で忘れちゃった、それは忘れちゃったでそのことにも関連してるんだけど、笑点見せたらさ、なんかまあ紫のやつ元気やってるその笑点見てたのしたら、なんだろうね、僕が落語家だった頃にいいなって思うこう境地っていうか、楽屋にいい味のジジイがいるわけ。いい味のまあ面白いジジイって合わないでしょね、それはね、俺らの時代ももう核家族が進んでるから家に面白じじいなんかいないわけですよ。でしかもそのもともと落語家やってるじじいですから、お笑いをずっとやってるじじいですから、そんじょそこらの面白じじいのレベルじゃないんですよ。で俺らやっぱり若者の笑いはアタックがやっぱ強いじゃないですか、すごい強いけど、面白じじいはなんかなんていうのかね、スッて入ってくるわけ。例えば昔で言うと、それは僕は合ってませんけど、新庄師匠ってもうその伝説の名人はね、自分がちょっと地方が来ちゃって楽屋でうんこ漏らしちゃって、なのにもかかわらずお弟子さんがもうあの新庄師匠またあのうんこ漏らしちゃってるよって言って嫌がってると、うんこ嫌がってるといい野菜作れないよみたいな、そのお前がっていうそのスッて入ってくるんですって。その感じで僕らの頃は文治師匠っていうおじさん面白くて、いくつぐらいあったのかな、角刈りのさ白髪のさおじさんで、でよく覚えてるのは現代的な、その当時だよ、僕が高校生ぐらいの時に現代的なその落語の前にあるフリートーク枕として、まあ、昔は吉原みたいなねあのことを言いましてね、まあ、これとても粋なとこだったんですけども、まあ、最近現代風に言いますとね、アルバイトサロンとかって言うんだけど、アルバイトサロンって言葉が昭和40年代前半ぐらいの言葉だから、もうすでに俺平成入ってるから、今風に言うとアルバイトサロンみたいな、そのアルバイトサロンって何みたいな、そういうおじさんなんだけど、そのおじさんが営業とか行くと、うちのこう事務所の星企画っていう事務所の仕切りの営業だと、その場で取っ払いでとか、その管理してるマネージャーが今日ありがとうございましたっつってギャラをこう渡すんだ。俺らは後で振り込み、自分の所属してる事務所で後で振り込みなんだけど、ギャラを渡す時に受け取った時いいトーンで余計なこととして、うちのマネージャー岸間さんっていう若い女性のマネージャーだったんだけど、そのマネージャーさんが師匠今日もありがとうございましたみたいなことで、でまたご年配だから、まあ、次の時までお元気でみたいなことを言って渡すわけ。そうすると文治師匠が、私はねあなたが今重いメンスで倒れようとも構いませんよ、ギャラもらっちゃいましたからって言って帰るのそのトーンがまあいいわけ。その余計な言わなくていいじゃん別におじいちゃん、あなたが今重いメンスで倒れようとも一切問題ありませんよ、ギャラもらっちゃいましたんでって帰るんだこの人が。これはねなんかね、そのジジイが言わなきゃ面白くないってポンっていう感じがすごい良くて、ジジイのアドリブ面白いんだよね。したら笑点見てたらさ、まあまあ、いつも大爆笑ですよ、もう腹がよじる、俺この人弟子になりてえなみたいな、それぐらいの感じですよ笑点っつったら。なんか病院の待合室での会話みたいなので、小遊師匠が整形美容整形でシリコン入れてって言われたら背中におっぱいつけられちゃったみたいなネタを言うわけ。それに対してまあ一応師匠で座布団あげてくれなんつって歌丸師匠が言って、アハハって笑って普通終わりなんだけど、歌丸師匠がポソッとラクダだよって言ったのね。そのトーンそれもね、なんかね、多分その微妙なところで勝手に推測するにだけど、僕も思ったのその時に、美容整形シリコン入れてくれって言われたら背中に入れられ
入れられちゃった、つけられちゃったよって言ったのかな、これぐらいのトーンだったんです。でもこれ要約していくと、豊胸手術をしたくてシリコン入れてもらいに行ったのに、もともとあまりにおっぱいがないから前か後ろか分からなくて背中におっぱいをつけられちゃったよっていうネタだと思う、ね、だけどこれの中ではリズムがいいからいいけど、どちょっとビジュアル送るが出るのは一瞬遅れたわけ俺の中では。そこ歌丸師が本当にポソッとラクダだよっていうので、そのラクダだよの間とかその張らないし、ラクダだよって言わないし、もうあの生命エネルギーがないから張るっていうのに、張るっていうのにヒットポイントを結構使うから、張るっていうアビリティを発動するにはなんとかポイントがすげえいるんだけど、それヒットポイントと引き換え、ライフと引き換えだから。でもそのなんかトーンのあのラクダだよのコンビネーションがやっぱり焦点なんだなっていうか、その焦点やっぱりラジオ深夜便じゃないけどさ、結局基本の面白いは入ってんじゃんみたいな、そういう感じがして。あとね、最近ね、円楽腕上げてるあいつやっぱり襲名で、襲名でだね、あれね、やっぱり自覚でだね、あれはね。高橋ひとみジレンマラジオ深夜便。ペンネーム B 六助さん。先日庭のキウイの木が寿命を迎えました。植えてから20年、最初は全く実がつかず、農家の知人に尋ねたところ失礼しました、キウイにはオスメスがあり2本ないと実はならぬとのこと。言われるままにメスの木を接ぎ木したところ、翌年から実がなり、多い時は100個以上も収穫できるようになりました。人も木もどちらかだけではダメなのですね。寄り添いながら生きてきたキウイを切りつつ、私も召される時は妻と共に召されたいものだと思いました。妻は嫌がるかもしれませんが。追伸、有名人のエロダジャレを考えました。大沢優里、大沢優里、大きな乳輪。ラジオ深夜便。ペンネーム元気印のおばあちゃん。久しぶりに夫婦水入らずで箱根の温泉に浸かりに行きました。旅館ではまだ20代前半の若おかみが一生懸命に働いていました。最近の若い子は良くない、最近の若者は不真面目だなどと悪い評判をよく耳にしますが、一生懸命に頑張る彼女を見て日本の将来を少し安心しました。追伸、一行って金玉でかそじゃね。ペンネーム浅田。定年を機にジョギングを始めた私、最近ではだいぶ長い距離を走っても疲れないようになりました。一方ウォーキング派の妻、私が歩くだけで運動になるのかと聞くと、少し怒ったように、あなたはウォーキングをしたことがないからそんなことを言えるのよ、やってみるとこれも結構きついのよと言います。確かにやったことがないと思い、私も妻のウォーキングに同行。これがやってみるとジョギングとはまた違った筋肉が疲れ、結構きついものでした。この年になってもまだまだ知らないことが多いんだなと感じました。追伸、つま先のとんがった革靴を履いたサラリーマンはいけすかないやつだと決めつけています。